戦場での油断は死を招く。気を抜くな。星の鼓動は愛。戦いの主軸はグリプス2をめぐる攻防に移っていた。ティターンズがグリプス2をコロニーレーザーとして改造していたからである。圧倒的な破壊力を持つコロニーレーザーを制した者がこの空域を制することは誰の目にも明らかであった。アーガマの領旗ラーディッシュも激戦のただ中にいた。艦長の偏見ベッケナーは好意を寄せるエマの出撃に気遣いを見せる。エマ中尉はアーガマのモビルスーツ部隊の後方につけるんだ。前に出ちゃならん。偏見艦長、ミノフスキー粒子下では一番先頭が一番ビームが当たらないですよ。一方、コロニーレーザーを狙うティターンズにはシロッコのために戦うと決めたレコアがいた。私はもともと主義者ではないわ。私は戦争で亡くしてしまった私の感情の生きどころを探して生きてきたのよ。今の私は女としてとても充足しているの。安定しているのよ。そしてエウーゴとティターンズの間で立ち回るアクシズのハマーンはクワトロ・シャウへの愛憎半ばする思いを抱えていた。シャウ、私の元へ戻ってくる気はないのか。多くの人の思いが渦巻く中、思いを力にできるマシン、ゼータ・ガンダムを借り、カミーユが飛ぶ。カミユ、見つけたぞ。こいつ、隙は俺にある。こいつ、何、後ろ。うわ、こいつ落とされるわけにはいかないのよ。こいつ、ビームコンフューズ。うわ、こいつ、消えろ。こいつ、こいつ、戦場で消えろ。戦場ではしゃぐから、はしゃいじゃうから、こいつ、そういう風になっちゃうんでしょう。こいつ、お調子者がビームコンフュー。なんでエマを一人にした。こいつ、偏見艦長、無茶です。撃沈されます。消えろ。こいつ、修正してやる。遊びにやってんじゃないんだよ。こいつ、こいつ、こいつ、こいつ。よか。偏見艦長、こいつ、こいつ、偏見艦長が死ぬの。こいつ、私見たの。こいつ、エマさんはまだ生きています。命の限界って僕らが思っている以上に、こいつ、強いんです。エマさんは一旦船へ戻って。こいつ、消えろ。こいつ、こいつ、こいつ、
こいつ不愉快だな、この感覚は。生の感情を丸出しで戦うなど、これでは人に品性を求めるなど絶望的だ。人をよりよく導く絶対者が必要だな。私はあなたにかけてみます。わかった、共に戦おう。消えろ。カミーユ、憎んでくれていいわ。レコーさんは勝手だよ。消えろ。シロッコの女か、朝に討ちにするぞ。ここからいなくなれ。こいつ、カミーユ、ハンブラビオ、こいつ、こいつ、消えろ。みんな仲間の死を感じたわ。でもあなたが死んだ時はどうかしらね。きっと誰も感じないでしょう。あなただって分かっているはずでしょう。男たちって戦いばかりで女を道具にしか使えないんだから。私はやめるんだ。二人とも、こいつ、エマ、レコは生きるんだろう。どけよ。こいつ、消えろ。怖くない。修正してやる。ここからいなくなれ。あなた、人がいっぱい死んでいくのを感じないのか。お前もその仲間に入れてやるってんだよ。こいつ、遊ぶな。命は、こいつ、命は力だって。空を支える力だって。遊びでやってんじゃないんだよ。あった、なんだと。こいつ、こいつ、アミーは何やってんの。え、シグナルロスト。修正してやる。レーザーを潰されるわけにはいかん。そこだ、そこだ、逃がさん。そこだ、そこだ。しゃあ、私の元へ戻ってくる気はないのか。今さら。ここだ、逃がさん、逃がさん。そこだ、逃がさん。落ちろ。逃がさん、逃がさん。そこだ、そこだ。まだだ、そこだ。そこだ。格闘戦に持ち込む。逃がさん、逃がさん、そこだ、逃がさん、そこだ、そこだ。沈め。シャア、ザビ家最高に手を貸せ。 その上で世界のことを共に考えよう。私はただ世界を誤った方向に持っていきたくないだけだ。
ニュータイプへ覚醒することによって格闘戦に持ち込む。人類がそれほど賢い存在だと思っているのか、グレスナ。皆さん、そこだ。もう貴様は消えていい。そこだ。まだその手に世界を欲しがる男が。なんで？いい。そこだ。まだ終わらんよ。なんで私の手が。やってみるさ。引くぞ。そこだ。体勢を立て直す。そこだ。キャプテン、任せる。タイこそ。動け。なぜ動かん。皆さん、決められた役割を演ずるというのは難しいものだな。そこだ。来ました。グリプス2、発射準備よしです。そこだ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 。皆さん、甘いな、シャア。そこだ。話し合いの余地がないというのなら、ここがお前の死に場所になる。皆さん、これで終わりにするか、続けるか、シャア。そんな決定権がお前にあるのか。返事のしようでは、ここで命を。そこだ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 。皆さん、皆さん、なんで私の手が。これまでか。こいつ消えろ。こいつ、目の前の現実も見えない男が。さかしいだけの子供が何を言う。さかしくて悪いか。なぜ動かん。ゼータがどうしたんだ。私の知らない新兵器か。わかるまい。戦争を手段にしているシロッコにはこの僕を通して出ている力が。力だと。そうだ。カミーノ、その力を表現してくれるマシーンに乗っている。お、女の声。なぜ動かん。うわ、女たちのところへ戻るんだ。カミーユ、大丈夫よね。大丈夫なのね、カミーユ。はあ、動いた。スペアのメットを取り替えたら出られるよ。ファ、お前も大丈夫なんだね。
なんだ、トーレス。二人の会話を聞くかだと？何を言い合っているのか分かっている。誰が子供のたわごとを聞けるか。カミーユ！ファー！カミーユ！ファーだけは幻覚でもなければ意識だけの存在でもない。こうやって抱くことができるんだから。カミーユだって私が抱けるから嬉しいのよ。